はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジーブレイブエクスバイス、続きをやっていきたいと思います。で、ちょいとメンツを変えました。まあ、フランを入れるのとアラジンを入れたのですね。で、ちょいとこいつらもレベル上げをして、まあ14レベルくらいなんで、誰だっけこいつの名前ラスベルがちょっと外れました。あと主人公も一応素材的には強化素材が揃ったんですけど、まあ、金がね111円しかないんで、金不足でユニットのランクアップができないです。ユニット覚醒やろうとするとギルが足りませんちょっと上げたいなこいつ。そう、ギルはね装備整えるのにちょっとお金使っちゃったんですよ。全く考えてなかったんで、じゃあまたマップの今度はダルナキア平原ですね。ここをやっていきたいと思います。雨が降ってる。こいつら傘もささずに、傘くらいささせばいいのに。やっとダルナキア平原か。ここを抜ければいよいよグランシェルト城か。そういえば昔レーゲンさんと3人でここに来たな。レーゲンさんは国王の信頼が最も厚いグランシェルトの騎士だったな。結構階級高いのかな。将軍クラスかな。そうすると騎士としてすごくても父親としてはどうだか。あ、そういうパターン。何かの調査を始めてからはふらふらと旅に出てばかり。母さんに苦労をかけた挙句に最後は旅先で行方不明になって。だけど信じているんだろう、レーゲンさんがどこかで生きているって。ああ、生きているって信じているよ。会った時に一発ぶん殴るためにな。俺はどうしても許せないんだ、あの勝手な男を。まあでも実は家族思いだったっていう、そういうパターンですかね。殴りたいと思えるほど許せない父親か。いや別に殴るくらいだったらそこまで憎んでるわけじゃないと思うけどな。それでも俺はお前が羨ましい、父親がいるってことだけでな。ダルナキア平原北部。別にラスウェル入れてないけど問題ないよね。あ、みんないろんなユニット持ち始めてきましたね。羨ましいな、 X ですとかいるし。ちょうどドラゴンファンタジー2が今終わったとこなんで、 X です、ネオ X です、めっちゃ強かったっすね。なんてちょっと X ですを入れていきましょう。この辺りにもモンスターが出るなんて。城が近いっていうのに嫌な予感がする。レイン急ごう。ちょっとドラゴンチックなやつがいるな。ミニドラゴン、こいつを集中的に。まあ、それでも余裕でいったんだな。ポイズントードはね、この毒粘液がやっぱね厄介なんですよ。でフランがね確かポイズナを覚えてるんで、ちょっと毒は回復させましょう。まあ、まずはティナか。毒の治療で、また毒粘液で。危ねえ危ねえ。あ、しまったオートそのまんまだった。これね、リジェネの効果はね戦闘が終わると切れるくせに、毒の効果は切れないんですよ。まず毒のやつを早急にしますよ。なんでこっちにターゲット合わせて攻撃と。あ、そう、召喚獣手に入れたんで、敵のヒットポイントの右側に召喚獣メーターができましたね。これが溜まれば召喚獣が呼び出せると。まあ溜まったら呼び出してみましょうか。あと戦闘が2回なんで多分溜まりますね。最後のボスのところで溜まるかな。また魔法チックのやつが出てきたな。アクアエレメンタル弱い。
よし、じゃあちょっと、どうせこれ、ここのフィールドが終わったら、召喚魔法とかのメーターもなくなっちゃうと思うんで、召喚魔法装備してるのはレインですね。ルナティックボイス、敵全体に水属性ダメージと睡眠の効果。おー、いくぜ。ちょっともうそのまま使っちゃおう。ルナティックボイス。おお、ちょっとかっこいい演出が入ってるな、召喚獣は。ま、あとはボコスト。何、一旦で、ああ倒したか。411って誰の攻撃だ。クソ、城が心配だ。セイレーンの塔に寄り道していなければ今頃は城についていたかもな。バカ、分からないことを気にするな。あの時のお前の判断は正しい。今は急ぐことだけを考えるぞ。ああ、すまない。分かったよ、ラスウェル。大体さ、この城とかすぐ壊滅するけどさ、みんな弱すぎだよね。城の兵士とか。ベディールか、アラジンは。もう完全にアラジンだな。アラジンで行った方が分かりやすい。で、ダルナキア平原の中央部。同行者はどうしようかな。クジャがいる、クジャ。クジャも FF ないんでしたっけ。ちょっとね、わからないキャラっすね。クソ、急ぎたいのにモンスターが次から次へと。落ち着けラスエル、心を乱せば城に着くのが遅くなるぞ。ああ分かっている、分かっているんだが、それは分かってないぞ。あ、なんか会話飛ばしちゃった。確かにその通りだな。何が何がその通りなんだかわからん。で、次も後ろのポイズン凍土を始末したいんで。うわー、クジャが毒になった。まあ、クジャが毒になった分はいいや、ほっとこう。ミニドラゴンとはいえドラゴンだからな。ドラゴンの子供ってことか。それともミニドラゴンそのものがもう大人なの。よくわからん。あ、下のカエルを、あ、倒せるか、カエル。おお、ワンターンキル。とにかく今金が欲しいっすね、金が。もうレインの経験値がどん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 無駄になってるんで。お、またキラーマンティス出てきた。ちょっと強いかなと思ったけど結局弱かった。召喚獣のメーターの溜まり方がわかんないな。今回は4に来てもまだ溜まってないですね。あ、ベルモーダって最初の方のボスじゃなかったっけ。もはや雑敵になってる。ヒステリックボイス、うおー、しびれたー。結局最後の最後で召喚溜まったし意味ないな。グランシェルト城の守りは固い、そう簡単に落ちはしないさ。そうだな、それが唯一の安心材料だが。いや、これはもう持ちこたえらんないだろう。頼む、俺たちが戻るまで持っていてくれ。てかさ、お前ら2人が戻ったところでさ、どうにかなる戦況なのこれは。こいつも思うんだけどさ、たかが1人や2人さ戻ったところでさ、どうにもならんだろう。でもまあどうにかなるのが大体のゲームなんですよね。ダルナキア平原の東城門前か。もう城の前まで来ましたね。じゃあ悪役ガーランドでも連れてきますか。お前は何連れてるんだって。もうすぐ城の東門だ。ん、城の方角から血の匂いだ。何かが焼けている匂いもする。鼻いいな。城の周辺にモンスターの群れが見えるぞ。ラッセル、モンスターを蹴散らすぞ。まあ蹴散らしていきましょう。さすがにね、3体は同時には倒せないよな。アラジンが毒になった。次の戦闘で回復させよう。
フランのポイゾナでアラジンで、あとは攻撃毒の蓄積量もね結構バカになんないんで、そうすると縄文前でボス戦になる感じかな。なんだこのモンスターはみたいな。あれ今度は恐竜が出てきた。アロサウルス、結局1ターンで沈む。まあ普通の雑魚戦ですかね今。ただ縄文前に着いたぞ。おボスバトルだ。ちょっとオートを外そう。ズーだし。うおーそこどけ、道を開けろ。俺たちの城にそれ以上近づくな。ズーか、もうボスってことか。クルルは一応リジェネをかけとこう全体に。でアラジンは必殺拳、雷鳴拳だ。ティナはレーザーブラスターの、レインはちょっと攻撃しかねえかな。でフランはなくちったよ。あデプロテとかいうのがある、これ使おう。ガーランドパワーブレイク、いいね。デプロテをまず使って、あとは攻撃仕掛けるのみ。おおさすがにちょっと強いね。あれあとガーランドか忘れてた。パワーブレイク、62。攻撃そのものはやっぱり弱いな。フランのリミットが溜まっている。乱鳴喝殺傷、これをちょっと使ってみましょう。くらえ。ウィークネス、飛んでるから弓に弱いってこと。そういうのも属性的にあるのかな。次のターンだな倒せんの。おこれ全員っぽい。大旋風、おお結構食らったな。あやっぱりフランの弓は飛んでる敵に強いっすね。飛行系特攻、特攻ってわけじゃないけど。うんまあ所詮はズーだな。おおやった、ステージクリアボーナス、ラピス100。また500になったらもうどん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 ガチャを引いていきましょう。ラスウェルの出番がないけどいいの。あれこれは敵の兵士じゃん。味方の兵はやられてんな。多分倒れてる紫っぽい兵士がこっちの兵士で、赤い兵士は敵の兵でしょう。もうあんまり急いでる感もねえしな。レイン、門に群がる敵を一掃するぞ。あれ戦うの。ラスウェル待て、今はあれだけの敵を相手にしている時間はない。まずは何とかして城に入り状況の把握をするのが先だ。なかなか落ち着いてるな。レインの方が先走りそうな気がするのに。確かにそうだな。幸いなことにまだ門は破られていない。俺たちは門以外から城内に入るんだ。なるほどみたいな。地下道か。ああそうだ、地下道は城壁を北に進んだ先にある。ならば急ごう、門もそう長くは持つまい。急げ急げ、お前らそんなゆっくり走ってる場合じゃないぞ。多分ねこの動作もねもっと早いと思うんですよね普通に。明らかにさ遅いでしょ。はい、というわけで、まあ、ダルナキア平原が終わったので、まあ、一つずつやっていきたいと思いますので、次回はグランシェルト地下道ですね、こちらをやっていきたいと思いますので、今回はこれで終了します。